中島さん、お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、朝のオンエアも終わって、はい、終わって、はい、今日帰らないんですか？今日は実はこの後のアナトレの講師、はい、そう、アナトレの講師をするんです。アナトレはフジテレビが運営しているアナウンススクールのことです。このアナトレの特徴の一つが、私も含めなんですけれども、現役のアナウンサーが講師として立ってます。アナウンサーを目指すという方はもちろんなんですけれども、こう人前でちょっと恥ずかしいんだけど、こうするとうまく話せるよみたいな、そんなコツも皆さんにお伝えしています。高校生から大学生、そして社会人の皆さんなど、本当に幅広い皆さんにお越しいただいています。学生さんを教えるっていう、はい、学生さんのもうキラキラした表情が自分も初心に帰るというか、でもとにかく皆さんがまっすぐな目でいろいろ質問してくださるので、何か一つでも自分がお伝えできることは伝えたいなっていう気持ちでいつも講師はさせてもらってます。今まで原稿読みももちろんあるんですけど、最近は面接対策、はい、なのでエントリーシートを見ながら私から質問させてもらったり、自己 PR してもらって、そこでこう質疑応答したりとか、今日はまさに、リモート面接対策。あれ、学生時代ってアナウンススクール通ってました？まさにこれです。私アナトレ通ってました、フジテレビの。はい、だって関西？そう、関西で、うん、ただ3日間集中コースっていうのがあるんですよね、はい、東京に来ているその期間を使って、はい、通ってたんですね、はい、3日間？そうですね、3日間でしたね。はい、3日連続で、はい、通ってました。なんか聞こえてくる。あー、菊江さん、お疲れ様です。実はね、その通ってくれてた時に、はい、島のことを教えてました。菊江さんにも教えていただきました。いや、もうね、授業終わった後に、はい、質問に来てくれたよね。で、そのね、そのなんだろう、質問の仕方がすごい熱心で、ちょっと悪く言うとしつこい。でも悪いところ出てる。でもそれぐらいこの子は真面目に取り組んでくれてるんだなってね、すごい印象残ったの。やっぱりフジテレビに入って、西山喜久恵アナウンサーずっと見てた、西山喜久恵アナウンサーにこんな機会ないっていうので必死だったんでしょうね。この機会を逃したらいつ聞けるかわからないっていう、なんかその熱心さが本当に今につながっていると思います。ありがとうございます、うん、優秀なアナトレ生です。先生と生徒がこう、はい、同じ職場で一緒になる、なんかエモいですね。エモい確かに今時な言葉で言うと、いや、そうですよね。だからアナトレってその現役のアナウンサーに教えてもらえるっていうのは本当に醍醐味だと思うんですけど、学生でもそうやって菊江さんに直接アドバイスをもらいに行けたりとか、ね、何でもこう、はい、授業終わった後にも質問あったら言ってねとかって答えたりしているので、はい、それをフルに活用した人です。でもちょっとしつこすぎるのはお気をつけてください。じゃあちょっとゆきさんと変わりますね。この後アナトレなんだよね。ありがとうございます。そうなんです、ゆきさん、お疲れ様です。ねえ、一つ前の授業をされてたんですよ。そうそう、やってきたよ。どうでしたか？いや、もう積極的な生徒さんが多くて、打てば響く皆さんでした。すごい、はい、じゃあもうゆきさんのおかげで温まってるわけですね、まあ、一通りなんかさ、授業ってさ、うん、結構一人何回かしか回ってこなかったりするんですよ、うんうん、2時間通してみんなに喋って、何回も多分10回以上喋ってもらってるから、すごい温まってるかも。ありがとうございます。ピシッとした格好でね。ちょっとキュレーターだよ私。いやでもそれぐらい親近感あった方が、ありがとう、はい、温まると思います。頑張ってね。ありがとうございます。長島さん、はい、授業の場所ってどこか知ってます？授業の場所聞いてないんですよね。なんと、はい、目覚ます会です。嘘、懐かしいスタジオだ。あれ、やってました、やってました、ました。目覚ましテレビアクアの時に、うん、スタジオを使ってたので、うん、母校に帰った気分。嬉しい嬉しい、お願いします。あ、講師の中島優美さん、ありがとうございます。わざわざ作っていただいて気合が入りますね。
木田さんこんにちは、よろしくお願いします。木田さんこんにちは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お待たせいたしました。フジテレビアナウンサー長島由美と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまず早速始めましょうか。いいですかね。はい、私は地元群馬県富岡市で観光 PR の活動をしていて、うどんを売りました。最近の気になるニュース、診療所の医師不足。地元の新聞で大きく報道されたものなんですけれども、うん、練って練ってこの自己 PR を考えてくれたと思うんですね。なのでやっぱりこう決められたものを読んでる感が出ちゃうと、その人のなんか普段の喋りみたいなところ、あと伝わりにくいところがやっぱり出てきてしまうので、ちょっとここはもう少しこうした方が良かったんじゃないかなっていうポイントがあればぜひ教えてください。もう少し笑顔で話したらもっと明るく聞こえるのかなというふうに思います。ここが良かったなって思うポイントありました。4倍という分かりやすい数字が入っていて、とても伝わってきたということでした。情報番組やバラエティ番組をやりたいと思っていて、ハマっているご飯のお供が目の前に来ました。ではお願いします。おいしい。すごく表情は伝わってきます。オリジナリティを大事に、あ、こういう無茶ぶりが来た時はうって思うけど、これはチャンスだと思って、失敗してもいいので、もうグダグダになってもいいので、私もうまく着地できなかったんですね。落ちてないやないかいみたいな感じで結構ツッコミ入れてくださって、で各局そういう雰囲気なので、アナウンサー試験は思い切って楽しんでやってください。はい、何か質問、何でもいいので、リモート面接対策以外のことでもいいので、なんでこれがやりたいかっていうことを書いた方がやっぱり印象がある。そうですね、なんか絞って書いた方がいいかもしれないです。売りがあった方が、報道やりたいと言ってた子ねっていう印象に残りやすいので、人の話を聞く時の挨拶の仕方とか聞く姿勢についてお聞きしたいんですけど、コメンテーターの方の話してくださるその内容と表情を見るのはもちろんなんですけど、その周りの方の反応、この今の意見にはちょっとんっていう顔をしたなって思うと、あ、うんって顔をしましたよねっていうよりは、誰々さんはそれについてどう思われますかとか、なんかこううんっていう顔をしましたよねっていうのもちょっと嫌な感じなので、なんか聞き方一つとっても、見ている方が嫌な印象を受けないように振るっていうのと、あとそのコメンテーターの方もなんかこう喋りにくい雰囲気を作ってしまうと、やっぱりそこから空気が一気になんだかこう止まってしまうのはその場にいるとやっぱり感じるので、コメンテーターの方だったり専門家の方が言いたいことを言えたっていう満足感いっぱいの顔で帰ってもらえると、あ、今日も生放送ちゃんと終えられたなっていう気持ちで、その日を迎えられるというか、あとはやっぱり一番はもう視聴者の皆さんが、ずっと毎朝私は8年半かな、目覚ましテレビから目覚まし8やらせてもらって、フジテレビの朝やっぱり元気をもらえますっていう風に言ってもらえた時にはすごくやりがいを感じるなっていう風に思いますね。とにかく最初のその30秒の自己 PR、 1分かもしれないですけど、いろいろなバリエーションを持って楽しんだもの勝ちだと思うので、自分の世界に面接官を引き込むぞ、楽しむぞっていう気持ちでぜひやっていただければ、はい、ぜひ最高の笑顔でリモート面接もやってもらえたらなと思います。はい、短い時間でしたけれどもありがとうございました。はい、またぜひフジテレビの皆さんとお会いできるの楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、まずその長島アナウンサーに会ってこんなお話できると思ってなかったので、もう純粋にすごく嬉しかったのと、これからまた会おうねっていう感じで言ってくださったので、またお目にかかれるように頑張ろうって思いました。優しく丁寧に褒めながらもちゃんと改善点も教えてくださったので、
実際にアナウンサーさんから好評いただく機会はなかなかないと思うので、とてもいい機会になりました。温かい言葉だったり雰囲気でそのアドバイスをしてくださって、怖かった試験に楽しみだなっていう感情が増えました。ドキャブリされる場面なんかもありますけど、なんか楽しかったですなんか実際の試験でももしそういう場面になったら思い出して楽しもうっていうふうに思いました。お疲れ様でした。いやもう皆さんとっても上手で、でやっぱりリモート面接って画面の中なので目線の大事さだったり声の通り方っていうのが少しこう変わるだけでこんなにも伝わり方って違うんだなっていうのを授業をしてみて思いました。生徒さんに求めてた、うんうん、実はこの授業始まる前に山崎さんと三上さんにアナウンス室でちょっとアドバイスもらったんですよ。自分の意見だけじゃなくて聞いてみるとやっぱりいろんな視点からアドバイスできるし、ぜひ聞いてみた方がいいんじゃないっていうアドバイスあったんです。でそれ通りにやってみました。山島さんの特技、うん、交えながらメッセージいただけたらないや確かにさっき散々私がね無茶ぶりアナウンサー試験ではあるから、そういうのはもう間髪入れずにとにかく思いっきりやってみてくださいねっていうアドバイスをしたのをいいことに無茶ぶりですかこれは。はい皆さんこれからアナウンサー目指すと思いますが、とにかく楽しんでやれば OK！ 頑張ってください。応援してます。決まった？決まりましたか？最後にこんな感じで終わっちゃいましたけれども、ぜひともアナトレでお待ちしていますので、はい皆さんとぜひ話すコツ、アナウンサー目指しているっていう方だけじゃなくて、いろいろな方お待ちしてますので、はいぜひ楽しい時間を過ごしましょう。ありがとうございます。